イエーイ星チャップマン漫画飯料理研究部部長のチャップマン尾崎です。今回は闇落ちトマトをいっぱい買ってきたのでラーメン最有機で趣味ゆとりちゃんの作った水ラーメンを作っていきます。ざっくりと切ったトマトに水を入れてミキサーで回します。ザルの上にガーゼを引き、このまま自重で下に落ちるのを待っていきます。さらに煮干し、干しエビ、干し貝柱、昆布、唐辛子を入れトマトと混ぜてこしていきます。つい鰹節も入れてしまいましたが、鰹節は色が出ることに後から気がつきました。それではクミン入りの自家製麺を作っていきます。今回冷たい麺なのでつるんとした食感を出すために卵白を入れます。夢地から 150g 卵白1、塩 3g、 きび砂糖 1g、 かん水 2g、 クミン 3g、 水 50cc で加水率卵白と合わせて40前後の麺を作っていきます。水回しから生地をまとめていき、ある程度まとまってきたら力いっぱいこねていきます。それではジップロックに入れ、ビニールシートの上で足踏みしていきましょう。ラーメン温度だよ、よいのよい。パスタマシンで伸ばして細麺タイプの麺を作っていきます。加水率が高いからか麺がくっついているので片栗粉をまぶし、麺をほどきながらまとめていきます。これを一晩冷蔵庫で寝かしておきます。そして一晩置いたトマトの出汁です。ちょっとカツオの色が出ちゃいましたけど、まあこんなもんだと思います。ちなみにガーゼに残ったトマトを力で絞るとこんな感じに赤くなってしまいます。いや本当料理って不思議ですよね。それでは一晩置いたクミンの麺を茹でていきましょう。茹で終わったら麺をしっかり水で締め、トマト出汁に入れていきます。これで塩味ゆとりの水ラーメン完成です。それでは早速食べていきます。いただきます。全く火を使わずに作るラーメンスープ、確かにびっくりですが、僕仕事で何回か作ってるんでそこまでインパクトはなかったですね。卵白を入れ込んだクミン入りの麺が思い通りにつるんとしてくれて、思い通りの製麺ができて嬉しいですね。これ製麺とかできない人、夏場にそうめんで食べても美味しいかもしれません。意識高い係数を麺って感じかもしれませんね。洋食ではこれゼリーとかジュレにすることが多いんだけど、まあゼリーで冷やし中華もありかもしれませんね。別に具材を乗せても味が壊れる感じもないです。まあそういった意味ではいろんな可能性がある分、確かにワクワクするラーメンと言えるかもしれませんね。ここからは追加研究です。以前コラボした中学校の同級生、自作ラーメン研究会会長神田武郎くんがビアドスウェストに出演した時に作っていたゆとりちゃんの水ラーメンの上位互換的なラーメンを作っているので、今回はそのやり方を使って温かい水ラーメンを作っていきます。題して水ラーメン会です。神田くんのレシピだと簡単に白だしで簡略化してくれてますが、ここではゆとりちゃんの入れた具材でだしを取っていきます。煮干し、干しエビ、干し貝柱、昆布、唐辛子ですね。そしてここにトマトジュースを入れて一晩置いておきます。一晩置いたトマトジュースを火にかけて沸騰させていきます。鶏胸肉のひき肉に水を加えて混ぜて肉水を作ります。これを沸騰したトマトジュースに入れて沸かしていきます。丁寧にアクを取りながらどんどんと煮ていきましょう。ひき肉でスープを済ますのはコンソメがありますが、それとは基本は同じだけどまた別の方法って感じですよね。それではこれをガーゼでこしていきます。どう？びっくりするでしょ？トマトジュースが鶏のひき肉だけでこんなになるなんて自力でたどり着く人はなかなかいないですよね。まあさすがに食の変態って言われるだけのことはありますね。塩で味を整えてもう一度軽く沸かします。2つ丼を用意して片方は鶏油を溶かしておきます。トマトスープを注ぎ、クミンの自家製麺を入れます。片方はそのまま、片方はトッピングを入れていきます。卵、メンマ、炙りチャーシューです。そ
それでは水ラーメン会食べていきます。うん、やっぱりあったかい方が美味しいですね。そして鶏の旨味の分アップしてますからね。ではいろんな具材を入れた方も食べていきましょう。うん、やっぱり油が浮くと一気にラーメン感が増しますよね。さっきのはやっぱりそうめんって言われてもまあ遜色ない感じですからね。これはもうこのまま商品化できそうな感じです。具材入れた方が圧倒的に美味しいですね。さすが自作ラーメン研究会会長神田武郎氏です。リアル藤本恐るべし感じですね。ごちそうさまでした。今回の研究結果です。ひとりちゃんの水ラーメンはいろんな可能性を秘めた確かにワクワクするラーメンでした。トマトジュースにひき肉でスープを済ますことができ、簡単に温かい水ラーメンができるので家でやったらびっくりされるかもしれません。 Facebook コミュニティ自作ラーメン研究会、神田くんだけでなくすごい人たちの集まりです。僕も一応一員になっています。もし自作ラーメンに興味がある方は問答を叩いてみたらいかがでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。ゴールデンウィークが終わっても忙しい日々が続いております。まあなかなか思うように編集が進まないんですが、まあ気長に待っていていただけるとありがたいです。リクエストとか質問どんどん寄せください。時間がかかっても必ず答えていきたいと思っています。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイ。